じゃ仲間で西澤健一さんという素晴らしい現代作曲家がいらっしゃるんですが、この西澤さんに、僕たちのために一曲書いていただきました。タイトルはラ・オスクリダー、これスペイン語ですけれども意味は暗闇という曲です。これは、東京都にある、府中市という、まあ、昔武蔵エリアのこう中心だった場所ですけれども、その府中市にある1000年前ぐらいからあるお祭りで、府中の暗闇祭りという本当に暗闇時から始まる今でも続いているお祭りがあるんですね。ゴールデンウィークの時やっているんですけれども、その、暗闇祭りの、いろんなところもう町内ごとにリズムが違うんですね。そのリズムをこう作曲家の彼が採取してですね、それのリズムを単語と混ぜて、作ったっていう、まあ、多分世界で唯一の一つのリズムの音楽だと思います。それを、クラシック的な要素を交えてお送りします。ラ・オスクリダー暗闇お送りいたします。